どうもこんにちは。今回は韓国のヒョンデの新型電気自動車であるアイオニック5がなんと日本の横浜で走行テストが行われている様子がリークし、一度は撤退を余儀なくされた韓国勢がついに満を持して日本市場に再上陸し、その電気自動車市場のシェアを一気に奪う可能性についてを徹底的に解説していきたいと思います。まずはじめにヒョンデに関してですが、韓国の自動車メーカーとなっていて、実は傘下である同じく韓国のキアとのヒュンダイグループ全体で年間700万台以上の自動車販売台数を達成し、グローバルで第5位という巨大な自動車グループを構成しているのですが、そのヒョンデに関してはすでに日本市場に参入経験がありながらもその販売台数が伸び悩み、結局2009年に乗用車部門から完全に撤退していたという背景があったのです。しかしながら今回新たに明らかになってきていることというのが、その日本市場から撤退しているヒョンデが再上陸する可能性がより濃厚になってきたということで、こちらに関してはまず昨年である2020年の6月中にヒョンデの日本語バージョンの公式ツイッターが開設され、現在までにそのヒョンデが発売している水素燃料電池車であり、グローバルにおいてはなんと水素燃料電池車のパイオニアでもあるトヨタの販売している未来よりも販売台数が圧倒的に多いというネッソの情報を中心に様々な情報発信をスタートさせているのです。さらに日本経済新聞が2020年末の記事内において、来年である2022年中にもそのヒョンデが日本市場に再上陸するというニュースを報道し、こちらに関しては日本経済新聞の独自ソースであり、未だにヒョンデ側からの公式発表はないものの、その日経によればまず2022年中にも水素燃料電池車であるネッソを投入しながら、さらには電気自動車として現在ちょうど世界各国で納車がスタートしているアイオニック5という新型クロスオーバー EV についても投入を計画しているとも報道されています。またそのヒョンデに関してはその日本撤退前の名前だったヒュンダイという呼び方を変更し、公式にヒョンデという名称となっていますので、もしかしたらその撤退というネガティブなイメージがついてしまっているヒュンダイという名前を変更することでブランドイメージを一新することを考えているのではないかと推測することができ、しかもそのネッソやアイオニック5という撤退前の内燃機関車では浸透しなかった日本市場において水素燃料電池車や電気自動車に特化して事業展開することによって先進的なイメージを前面に出し、ブランドイメージを刷新してきているのではないか、つまりやはり韓国のヒョンデが我々である日本市場への再上陸をシリアスに検討しているのではないかということなのです。そしてさらにそのヒョンデが現在日本市場においてアイオニック5のテスト走行を重ねているという状況でもあり、こちらはつい最近横浜において撮影されたアイオニック5の実際の公道上の様子なのですが、やはりこの動画や写真だけを見ても明らかに現状日本で走行している自動車の中でもかなり異質な存在感を放ち、しかしながら非常に未来的なルックスに個人的には好印象なのですが、それとともに特筆すべきポイントというのはそのナンバープレートがテスト走行用の一時的なナンバープレートなどではなく、我々も装着している一般的なナンバープレートであり、つまり日本の公道上を一般的に走行可能な状態にまですでに様々な準備が整い始めていることが示唆されているとも推測することができますので、もしかしたら冒頭の日経が報道していた来年である2022年の前半あたりにも水素燃料電池車であるネッソだけではなく新型電気自動車であるアイオニック5についてもほぼ同時に日本市場での正式な発売をアナウンスしてくるのではないかと、その発売時期がかなり近づいてきているのかもしれません。そして本チャンネルにおいては特にそのヒョンデの新型電気自動車であるアイオニック5が本当に日本市場に導入されるのかに注目しているのですが、仮に本当に我々日本市場にアイオニック5を導入してきた場合、その電気自動車市場においては相当なインパクトとなるのではないかと推測していて、というのも今回のアイオニック5に関してはヒョンデグループが独自開発した電気自動車専用プラットフォームである eGMP を採用した初めての電気自動車であり、その専用プラットフォームを採用したことによって満充電あたりの航続距離や充電性能などの電気自動車としての質が極めて高く、しかもその上ミッドサイズ級のセグメントに該当しながらそのホイールベースがなんと3000mm とフルサイズセグメント級のホイールベースの長さを達成、つまりその分だけ車内スペースを確保することに成功し、さらにセンターコンソールを大幅に縮小し運転席と助手席を移動することができるような足元の空間の最大化を図ったことによって、そのリクライニング機能とともにまさに車内の快適性を追求するという設計層を体現しているのです。
ここまで聞いて勘のいい方はお気づきかとは思いますが、そのアイオニック5の設計思想の一つでもある車内空間の快適性の追求というのは、我々日本市場において2022年の初頭に納車がスタートすると話されている日産のフラグシップクロスオーバー EV であるアリアと全く同じ設計思想であり、このような意味において、まさに今回のアイオニック5とアリアというのはガチンコの競合車種ということになるのですが、まずはじめにその電気自動車としての思想を詳細に比較検討していくと、その満充電あたりの航続距離については高速道路を時速100キロでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値する EPA サイクルにおいて、どちらも全く同様に483キロを達成していますので、その航続距離という指標では互角のように見えるのですが、その搭載バッテリー容量を比較してみると、なんとアリアの方が10キロワットアワー分も多くバッテリーを搭載していますので、つまり搭載バッテリー容量と航続距離との関係性を示す電費性能を比較してみると、アイオニック5はアリアよりも電費性能が高いということになるのです。ちなみにその理由に関して推測可能なのが、まずは航続距離に直結する空気抵抗を示す空気抵抗係数の値がアリアが 0.297 であるのに対して、アイオニック5は 0.288 とアリアよりも低い空気抵抗係数を達成していますし、さらにその車重に関しても最上級グレードであり、どちらも前後に2つのモーターを搭載した AWD グレードの車重がアリアが2200キロであるのに対して、アイオニック5が2020キロと明らかに軽い、つまりそれだけ電費性能を向上させることができているのです。さらにその充電性能に関しても、アリアの最大充電出力が 130kW であるのに対して、アイオニック5はなんと衝撃の約 225kW という圧倒的な充電出力を許容することが可能であり、その 80% 充電するまでにかかる時間もアリアがおおよそ35分から40分程度の時間を要するのに対して、アイオニック5に関しては驚愕の18分という半分の時間で充電を完了させることが可能であり、つまり同じ航続距離を充電するのにかかる時間がアリアのジャスト半分程度で完了させることができるとイメージしていただければ、やはりトータルで見た電気自動車としての質は完全にアイオニック5の方が高いと結論付けざるを得ないのです。ただし日本市場という点で言えば、そのアイオニック5の充電性能をフルに生かす環境、つまり充電インフラ環境が追いついていないという点であり、そもそもアイオニック5のシステム電圧である最大 800V という電圧は日本市場では対応することができず、最大でも 400V という電圧にとどまってしまう。したがってその最大充電出力に関してもアリアと同等、もしくはそれよりもわずかに劣ってしまうような充電性能にとどまる可能性すらありますので、こちらの日本市場における充電性能、そしてそのアイオニック5の充電性能を最大限発揮することのできる充電インフラ環境の整備をどのように計画しているのかの続報が待たれるとは思います。また先ほども説明した eGMP という電気自動車専用プラットフォームを採用しているアイオニック5に関しては、トランク部分の収納スペースが527リッター、そして前方にもフロントトランクを設定し、さらに収納スペースを確保することに成功しているのですが、対するアリアについてはまずそのフロントトランクを設定せず、しかもそのトランクの容量が FWD グレードでも466リッター、しかも AWD グレードであれば408リッターとさらに収納スペースが小さくなりますし、さらにその上ホイールベースの長さに関してもアリアが2775ミリを達成しているのに対して、アイオニック5は確かに全長がアリアよりも40ミリほど長いものの、そのホイールベースは225ミリも長いという、その比率を見てもやはりアイオニック5の方がより長いホイールベースを確保することができている。つまりこちらの収納スペースやホイールベースの長さという車内スペースの最大化という観点においても、アイオニック5はアリアを凌駕していると結論付けることができるのではないでしょうか。ちなみにその車内スペースの最大化をはじめとして、今回のアイオニック5とアリアの両方の設計層である車内空間の快適性という点を付け加えると、そのどちらも既存のセンターコンソールを撤廃し、その移動式のセンターコンソールを導入しながら運転席と助手席を移動することができるような足元の空間を確保することができているのですが、アイオニック5についてはそのセンターコンソールの下側に
さらに荷物などを収納することのできる空間を採用することで、よりそのストレージ機能を最大化していますし、何よりも注目なのがその IONIQ 5の全席については、足元がリクライニングされ、より体勢をリクライニングさせることができていますので、このような細かい点もしっかりと比較してみると、やはりその設計思想でもある車内空間の快適性という観点においても、 IONIQ 5の方がよりその快適性の最大化を達成することができているという見方も可能かとは思います。そしてここまで解説して想定されるトンチンカンなコメントを今のうちに推測させていただくと、韓国の自動車メーカーの電気自動車は発火するので危険であり、だからこそアリアに分があるという類の主張なのですが、実はすでに火災案件が複数報告され、史上最大規模の電気自動車におけるバッテリー発火のリコール問題が発生してしまったコナに関しては、ヒョンデ側のバッテリーマネジメントシステムに問題はなく、そのバッテリーセルを供給している同じく韓国のバッテリーサプライヤーであるLG エナジーソリューション製の製造不良であると韓国の公式機関が結論付けており、したがってヒョンデ側の落ち度によって発火案件は発生していないという点、さらに今回の IONIQ 5に搭載されているバッテリーセルに関しては、その問題の LG エナジーソリューション製ではなく、同じく韓国のバッテリーサプライヤーである SK イノベーション製となっていて、その SK イノベーションのバッテリーセルに関しては今まで一度も発火事故を起こしていないという非常に高い安全性を実現し、よって現在多くの自動車メーカーなどからその人気が高まっている状況でもありますので、そのような事実をググりもしないで感情論ベースで韓国製の電気自動車は発火するので危険であるから日本では売れないなどの根拠のない知能の低いコメントに関しては一発レッドカードとなりますので、あらかじめご了承ください。いずれにしても一時は日本市場から撤退していた韓国のヒョンデに関しては、そのブランド名を一新しながら、特に電気自動車、水素燃料電池車という次世代車を中心に展開していく方針であり、特にその新型電気自動車である IONIQ 5については、その極めて高い電気自動車としての質だけではなく、その設計思想である車内空間の快適性の追求という日本市場の大本命である日産アリアと全く同様の設計思想でありながら、その追求という意味においてはもはやそのアリアをも凌駕していると言って過言ではありませんし、そしてこの直近においてすでに日本市場においても実際のナンバープレートを装着して公道上の走行テストを爆速で進めている最中ですので、そのヒョンデ側からの公式な日本市場への進出発表、そしてその現在世界最高レベルのスペックを持つ IONIQ 5の日本市場への導入に関する具体的な発売時期などの詳細についても分かり次第情報をアップデートしながら、私自身の電気自動車購入計画についても現状トップに入りつつあるということですね。 IONIQ 5購入いってらっしゃい。